ミングがバッチリバッチリでしたね。はい、さあトンの3曲です。登場の親番ドラマスーワン、失った8000点分ここで取り返せるような気がするドラドラですよ。めちゃくちゃいいよ。いい名簿できた、いいシャンテンだ。もう嘘から言っちゃう。さらにね、チーマンにくっついて形が良くなるコースもあるし、自由自在ですね。あの手自由自在、東條さん、はい、大チャンスですね。大チャンス。園田も2メンツあるんですが、何にせよ東條が良すぎる。さあ渋川もいいんですよ。いいですね。でも東條が良すぎる。勝間さん悪すぎるんで、悪すぎて逆にいいまである。これ勝間さんはね、悪すぎるってのを。うわー、聞いたリーチか。あー、なんだこれ、エース総罰です。6山、6枚山、6枚山。え、勝間2枚持ってるだけだけです。ということでしょう。これ困っちゃいますよ。現物はそうだ、嘘チームありますが完全終了です。それを切ると、いや完全終了すると思います。はい、完全終了。これはね、無理の無理ですよね。未練残さず赤嘘から。え、渋川はもうときめいたと思うんですよ。これシャーからです。おしゃ、いいピン引いたのか。完全終了せず、ね、そして勝俣はもう元からもう受けに回る上等。さあ一発はなし。リーチ、ね、リーチピンフ、イーペーコードラドラ赤1万8000からです。積もって裏なら8000オール。とんでもない天敗だ。しかも山に6枚。しかも端っこイーソーもかかってる。これ困った人の端っこアタックってなんかたまに聞くじゃないですか。大丈夫ですか。ただアタックできるほどないんですよね、手配に。まだあ、でもこれ積もるの街みたいな感じする。え、8000宝珠の後1万8000チャンス。しかもかなり上がれそう。ヤンゾー筋ぐらいは行く、はい、渋川が粘っている。園田勝間とも完全に受け身ですね、これは。まあ、渋川さんも粘りたいっていうわけじゃなく、あの安全牌がないんで。あ、本当は降りたいんだ。まあ、降りれるんだったら降りたいんだ。全然降りたいんですけど、だったら行った方がマシじゃないっていうことだと思いますね。まあ、白も行ってチーマン1枚しかないし、もう無理よと。いや、こんな高いと思わないですもん。そうそう、1枚減った。でも山にまだ5枚。何でもあるリーチですからね。4着目で親でなかなかね、あのパッて転敗してやっぱりリーチ行きたいとこなんで、はい、そこも含めての押し引きだと思いますが、うん、そうか。ただウーピンが増えたんで、渋川さん次の無筋とかはかなりやめ気味になると思いますね。手が進まなければ。さすがにここからは戦いづらいか。イースーソー山に5枚積もった。積もったよ。レイチもピンフ、イーペーコードラドラ赤、裏はないけど6000オール。一撃で帰ってきた。帰ってきたどころか突き抜けていった登場リオ。やはりチームを救うのは彼女なのか。いや、大きな上がりになりましたね。いや、もう心折れそうな8000の宝珠から一撃、うん、さあそして登場連チャンです。トンの3曲1本場ドラはチーピンです。めちゃくちゃいいんじゃないですか。いいシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテン。さっきだって、さっきペンチーソー引き入れてリーチ行きましたよね。またペンサンマ引き入れてリーチってことですか。引いちゃったりして。そのダは直でなんといつ、あ、すごいすごい、ここもすごいですよ。めちゃくちゃいい。渋川さんめちゃくちゃいい。勝俣さんと園さんは厳しいですね。でも悪すぎて、さっきもありましたね。悪すぎて、とりあえず言わんから。まあ、カンちゃんとペンちゃんだったらカンちゃんの方が2面になる枚数が多いんで。そうですね、このあたりは基本に忠実に。いや、登場が良すぎる。まあ、園田さんは国士無双と本一等を見ながらとなると、やはりね、渋川さん、あ、登場さん対渋川さんですね。そうですね、渋川はもうこのハイパイもらったらさすがに自分一番手だと思うじゃないですか。形も打点もいいですからね。そう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 、思っちゃダメですか。思っていいでしょう。思っていいですよね。わかんない。まあ、でも園田さんよりは早そうだなと思いますよね。はい、真ん中打ってるんでね。うん、なんかうわー最高。3、4、5、3色が見えてきました。渋川ただね、あ、これで、ま、どうしましょう。まあ、イーシャンテンは維持したい。まあ、全部イーシャンテン維持できるのか、イーソーサンゾ以外は。なんですが、そうですね、イーソー三蔵の部分をあの強くしたいと。あ、これ国士無双だ。国士無双まだちょっと遠いですかね、はい、園田カンパーピン採用します。ドラチーピンですよね。まあ採用、採用っすね。で、ウーピンはチーですか。三色感染カンパーピン、あ、ウーピンはチーすると思いますね、はい、でもウーピンはここに3枚。
園田博が重なった。ここまでは真ん中の牌をソーズ、ピンズ、マンズ全ての色で切り出しています。ファーソー、国士無双、継続、どっちが先なんだ。渋川登場、ともにイーシャンテン。うわ、勝田さんは完全に苦しすぎる。うーん、あ、これで両面になった。先にローマンを逃がすか、イーソーの方がかなり安全そうに見えます。あとはローソーポンするとかもちょっとあったと思うんですが、東條さんはもうここはもう一回決め手を取りたいって考えてそうな気はします。1万2000以上に仕上げようとしてますかこれ、はい、泣くとね、単ヤオドラーカの5800になりそうです。ただスーソー引いたことによってね、5673色にはなりづらくなりましたよね。ウーソー引いたらテンパイになってリーチもあるんでね。なるほど、テンパったらリーチ行きそうですね。行くと思いますよ。なんとなくですけど、いやでも渋川もいい手なんですよ。お、引いたよ。リーチです、リーチ、リーチ。ガンパーピンから高め三色リャンウーピン。あれ？園田さんが国士無双なんでっていうことだと思いますけど、リーチでしょう。はい、リャンピン2枚とウーピン1枚ですか、これ残ってるの。います、3枚です。あ、渋川。チャンステのリーチです。ここ勝負でしょう。うわ、すごいな、引いてもいいよ。これはウーピン使い切り。闇点か。闇点だ。あ、リーチ行ったよ。しかも渋川の高め4枚使い切って4対2、4対2、リャングソーの方が強い。東條4、渋川2、しかも渋川高めなくなっちゃった。とんでもないことが一瞬で起きました。あまりにも一瞬の出来事さ、運命やいかに。ただリャンピンもいる、リャンピン2枚いる。すごい局面になります。どっちもめちゃくちゃ高いですね。めちゃくちゃ高いです。つも、詰まったー。リーチ一発、つも、タンヤオ、ドラ、赤、6000オール、あ、ごめんなさい、6000オールです。6000オール、文句なしの6000オールです。6000オール2連発で東條が突き抜けた。今度こそ本当に突き抜けた。6000は6100オール。やっぱあの状況も良くっていうのも込みでね、これ闇手にしてたら4000オールだったんで、いや見事なリーチの選択、6000オール2発決めましたね。ある意味ウーピンは痺れましたね。痺れますね。まだ表情は険しいぞ。東條、どこまでもどこまでも行きましょう。トンの3局、日本馬、ドラは3走です。